はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編極上、こちらのフロア3ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティを見ていきましょう。まずはリーダー、クロキラですね。ハイパーヒール、怨念、ソニブ、完全生物をつけております。続いてコウタロですね。拡散ヒール、トレードパワー、シルバーフェイク、共同ダメージをつけています。続いてリーパスですね。やかましい30分見つけたとをつけてます。はい、フレンドカード様ですね。では参ります。ゲージはリーパスで回復していこうという感じですね。見せております。究極リーパスオーバードはドライブですね。さあ行きましょう。突っ込みすぎちゃいました。まあ相手も確実に勝利していきましょう。増援の方はコウタロ自身でなんとかなります。はい、もう倒せましたね。うん、カード様がやられちゃいそうですが、まあそこまで怖くないので大丈夫です。回復量もありますしね。さあ第2ラウンドですね。第2ラウンド、こちらもリパスです。CS です。うん、リング一つ噛んじゃいましたね。さあアイテムを処理しきれなかったですね。まあいいでしょう、処理できたような感じになりましたから。さあ続いても CS です。はい、倒しました。共同の感じで動かなきゃいけなかったですね。はい、最終ラウンドですね。3ラウンドの最終ラウンドです。ここはやはりリーパスですね。そして動いてくるのはバニラ。あー、ナイス。やはり体力が少ない方に行きますね。アイテムだけキッチン板を、回収じゃないですね、壊していきましょう。破壊していきましょう。はい、増援ですね。チャンピオンも CS へ倒していきます。はい、倒せました。さあ最終ゾーンですね。ゲージがなぜか足りないですね。足りないようなのでそのバスマッシュで倒していきます。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いては、フロア4、極上のフロア4、最終増援じゃないですね、最終フロアを攻略していきたいと思います。ではラストバトル。